はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はスイカゲームね、やっていこうと思います。ということで、やっていきましょう。いけ。さてさて、まあまあまあ、最初はね、ちゃっちゃか置いていきましょう。そしてだ、この辺りからまあ少し丁寧に行きましょうか。まあもうちょっと適当に落としてても平気だけどね、適当に落としてもね、なんとかなるときと、ひどい目に遭うときがあるから、まあなんとも言えんのだけど、まだ大丈夫だね。OK。さて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 、この辺りからちょっと小物が残らないように注意しないと、下の方にね、詰まっていってしまうかなというところですね。と言ってる間に、ちょっとイチゴが怪しい位置にいるが、まだ大丈夫。OK。ちょっとそっち、イチゴね、2つ、せっかくだからくっついてほしかったけど、まあ結果的には OK かな。連結できましたね。ただし、ここでブドウが回収できないと苦しいか。そしてそ、OK。よし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 。まだやれる。一旦これ柿、こっち置いて、で、これ、ブドウで、オレンジを拾い上げていく感じでいきましょうか。で、チェリチェリ連続ならここに落としといて、まあ、ちょっと下に、転がってるイチゴとね、落っこってくっついてくれないかなと思ったけど、そうはならずに上で、くっつきましたね。これはまあ、イチゴイチゴでくっつけてグレープにして繋げていきましょう。ただ下のオレンジが回収できてない。ここで、くっつけばなしまでいきますね。一旦チェリーチェリー置いといて、まあまだチェリーチェリーかよ。これは転がってっちゃうからしょうがないからこっちに置くか。で、ここで育ててリンゴにする。で、さらにその上で、梨を作って、パインまで行く。OK。よし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 。さあ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 。で、チェリーチェリーで、繋がって梨まで行く。グレープ回収する。で、上に一応グレープ置いて、こっちのオレンジはこっち置いといて、まあ、これは一応イチゴ待ちか。チェリーこっち置きましょう。で、くっつける。オレンジ転がってったのは、まあ悪くはないかなというところですね。はい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 。ちょっと待てよ。これこっち置いて、これくっつけてリンゴ。で、リンゴの上でまた育てていきましょうか。あ、OK。桃になりました。イチゴがちょっと、まあ、それだったら別にあんまり邪魔にはならないか。そうだね。まあそしたら、そっちはそっちとして、別で育てていこうかなという感じですね。はい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 。そうだね。まあ、こっちで梨作って、桃の上でね、一個育てていきたいかなという感じですね。それだとちょっと柿が回収できない。なんとかね、柿の回収をしたかったが、まあ、ちょっと諦めましょう。おっと、今飛んでってくっついてくれたら、すごい完璧なメロンだったのに、そんなに都合よくはいかないと、いうところですね。なるほど。ちょっと柿じゃなくて、オレンジ、ぶどう待ちになっちゃったな。これは多分くっつくと、そうだよね。ぶどうが落ちちゃうから、柿回収できないよねっていう。やつですね。なんかイチゴ挟まってんのもあんまり良くない感じ。この辺からね、ちょっと崩れていく。崩れていってるな。まあ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 。でもそのイチゴが邪魔になってるな。ちょっとね、おっと、桃までは行ったが、チェリーが、あんまり良くない位置にありますね。で、アッポーになったけど、逆に突っかえちゃってると、そうですか。ま、いまいち、おっと、変な跳ね方はしたが、結果的にはまあ悪くはない。おっと、そうだね。どうするか、これ。こっちに置くか。でもこれグレープグレープって置いても転がってっちゃうよね。こっちだね。グレープグレープならこっちで置いて、で、これはオレンジを待ってくっつけましょう。なしになったが、
もうどんどん大きくなっていくだけで、全然、ピーチとピーチはくっついてくれないね。であれば、まあ、ちょっと諦めて、あー、しまった、グレープ。今、次に落ちてくるやつ、ちゃんと確認してからやらないとダメだったな。反省しよう。まあ、反省したところで繰り返してしまってるから、なんとも言えない、感じなんだけどね。次、いちごいちごなら、ここに落としましょうか。OK。で、リンゴまで行く。まあ、ただし、梨は育たないか。どうするかな。あ、でも、ちょっとずつ押してる。いや、でもこれ、隙間に入っていくだけで、何にもならないやつか。ちょっときついね。そうしたら、これ、梨にして、OK。メロンまで行った。ただ、ここからのリカバーはちょっと難しそうか。どういう状況これ。なんか縦に梨リンゴ梨っていうのはあまり見ない感じがするんだけど、まあこの上で崩れちゃうか崩れちゃうか崩れた。そうですか。まあ崩れちゃわなければあの上でね、おっとそれも無理か。そう、おっとリンゴできる。まあただこれもあれだな、リンゴと梨がちょっとオセロの形だな。オセロの形は良くないんだよね。そこも間に合わないの。 OK。 一応くっついたけど、まあこれはね、リンゴ押して梨桃で、その間に下のリンゴもくっついてくれればまだやれる気がするんだけど、ちょっとダメだね、押せないわ。チェリーでちょっとリンゴ押せないか。なんか変なとこが動いてるな。そっちじゃないんだよな。変なとこが動いてて、全然くっついてほしいリンゴ同士は影響ない感じですね。これは良くないな。悲しいか。あー、まあそっちでなしできる。まあだったらそれはそれでまた上で育成するスペースができてるような気はするから。ただ下のリンゴをくっついてほしいんだよな。下のリンゴを押すことはできないのかも。下のリンゴを押すことはもう叶わないんだろうか。いやー、あ、でもこれはくっつく。あまた邪魔してくるのか、それ間に入って。やめてダメそうだな、これ。いやー。あ、そしてそこもくっつかない。おっと。いや、怖いし、ちょっと落ち着くまで見守るしかないけど、怖いよね。ダメだ。これはどうにもならん。いやはい、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。